愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました愛知のダラダラジオ。36歳になったよということで、生放送ね、来ていただいた方もありがとうございました。無事36歳になりました。まあ、特にね、36歳になっても何か変わるわけではないんですが、今年もというか36歳もね、一歩一歩頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。でちょっと前置き長くなってしまうんですけど、その生放送終わった後にツイートしたんですよ、ツイッターの方に。心からちょっと思って溢れ出た感情だったんで、で改めて言っていいですか。なんか自分の周りもそうなんですけど、こう年々ね、誕生日を迎える価値が下がるというか、別にめでたくないしみたいな方もいらっしゃるんですよ。でも俺それ嫌だなと思ってて、だから自分の誕生日は自分でめちゃくちゃ祝うしって思ってるんですけど、過去のねことを振り返った時にさ、去年より今年の方が、まあちゃんと測ってるわけじゃないけど、多分お祝いしてくれてる方はすごく多くなっていて、で年々ね、去年よりも今年の方が誕生日に感じる幸せ度合いが絶対大きいんですよ。いや、それってすげえ幸せな生き方してるなって思って、改めてね、本当ありがとうございます。本当幸せです気持ち悪い、大丈夫っていうのをどうしても言いたかったんでね、すいません、前置きありがとうございました。で今回のテーマなんですが、まあ一家を、ごめん、間違った、まあ一家の扱い方だね。そう、まあ一家っていう言葉があるじゃないですか。これの扱い方についてちょっと話していきたいと思います。でここでちょっと聞きたいのが、皆さん、まあ一家っていうこの言葉ってどういうイメージがあります？なんかいいイメージなのか、まあ、ネガティブなイメージなのか、まあ、人によって違うと思うんですけど、私はですね、この言葉すごく大事にしておりまして、実際口に出すことはあんまりないんですけど、心の中にすごい出てくるんですよ、このまあ一家っていう言葉が。でこの言葉、扱い方が難しいんですよね。気をつけないとかなり諸刃の剣で自分傷つけます。傷つけるというか、まあ、傷つけるかな、と思ってて、なんでそれを今回話したいと。これは別にまあ一家に限ったことじゃなくて、皆さんも大事にしている言葉とか、まあ、口癖とかあると思うんですけど、その辺をうまく自分の中でどう捉えるか、どう扱っていくかっていうところで人生豊かになるよっていう視点をちょっと持ってほしかったので、今回この話をします。前置き長かったんですけど、多分本編自体はそんな長くないんでね、最後までよかったらお付き合いください。で何かっていうと、まあ一家って多分一番メジャーな使い方って何がいいかな、じゃ何がいいかな、まあ、嫌なことがあった時とかしようか、なんかイライラする時とかうまくいかない時に、まあ一回しょうがないよなっていう風に思えたら、まあ、割り切れてる感じがしていいよね。イライラする、イライラする、でもまあいっかとかねあの人がなんであんなことを言ったのか理解できない、もうって思うけど、まあいっか、みんな人類は違うもんねとかね、わかんないけど、それは正しいと思うんだよ、使い方として。でこれはまあ一家のすごいプラスエネルギーを持っているところで、人のうまく処理できない感情を受け流してくれる、洗い流してくれるというか、まあ一家しょうがないみたいな。でこれってすごく大事よ、みんな。あのね、切羽詰まった時ほどまあ一家を、思える人は強いと思ってる。そうだ、俺よくさ、まあ、受験のこととか相談受けたりとかするわけよ。緊張しちゃうんですけど、不安なんですけど、それなくなるのはどうしたらいいですかって言われるじゃん。で俺よく動画で、いや緊張も不安もしていいんだよって、するの当たり前だよって、そいつらと肩組んで行っていこうぜっていう、そういう表現をするんですね。これ何かっていうと、緊張しててしょうがないじゃない、まあいっかって思いなよっていう気持ちが根底にあります。そうだから肩組んで一緒に行ったらいいじゃんって、それはその気持ちを持てると結構まあいっかと近いところの感情になれると思ってるんでね、まあ、そんな表現をするんだけれど、そっちじゃないんですよ、裏側なんですよ。こっちが厄介で、でこれのまあ一家のネガティブな使い方とか良くない使い方って、多分ねほとんどが後回しなんですよ。後回し癖につながるの。例えばみんながね、ふっと思った時にスマホをいじってて、ふって、あ、英単語の勉強しなきゃ、暗記しなきゃって思ったとするじゃないですか。でもここに悪魔がささやくんですよ、まあ一家って後でいいじゃんって思ってくるわけです。そうするとまあ一家後でってなって、で後でやろうと思ったら、忘れちゃったりとか、後でになりすぎちゃって寝る時間が遅くなったりとか、まあ、いろんなケースがあるわけなんですけど、まあ、大体後回し癖になるんですね。で、ちょっと話がそれるんですけど、私すごく浮き沈み、
気持ちのね浮き沈みが激しいんですよ。めちゃくちゃ落ち込むし、めちゃくちゃハイな時もあるんですけど、で落ち込むのってしょうがないと思ってて、落ち込まないようにしなきゃとは思ってないの。落ち込んでしゃあないと。ただ落ち込む回数は減らした方がいいし、落ち込んでしまったらその下のね波が下の状態をできる限り短い方が良くないって思ってる。早く上がってきたらいいよねって、落ち込むのはいいんだって話。そうで、その時に俺自分の中で何個かあるんですよ。落ち込みにくいようにする生き方、考え方と、落ち込んだ時に上がりやすくなる考え方があって、ここのキーワードがまあいっかなのね。で何かっていうと、まあいっかって思った時に後回しにせずに今すぐやるっていう、これを徹底するとかなり俺リズムが戻ります。いいリズム、歯車が噛み合ってる感じ、自分の中でね。これね、一回ちょっとね、もしなんかちょっと興味持った方、ここまで聞いて騙されたと思ってやってほしい。後回し癖をその一定期間でもなくせると自分に自信がつくんですよ。結構後回しにしたく、その悪魔が支えてきたのをなんだ払いのけてさ、先に行動するんでしょ。やること先にやるって、まあ、すごくねって、まあ、自分を褒めれる力にも関わってくるとは思うけどね。俺自分めちゃくちゃ褒めるから、俺自分のことを。そうだけど、そういうふうに思ってほしいなと思って。でなんでね後回し癖が良くないかっていうと、これ癖になるんだよ。で癖になるとどうなるかって、無意識になっちゃうの。今は例えば英単語やんなきゃって、まあいっかって思っちゃってる自分を意識できてる、有意識ってやつね、ある意識ね、だったらいいんだけど、これを毎回毎回やっていくと、それが習慣化されます、後回しすることが。だから後回ししてるのが当たり前になるから、後回しにしてるって、まあ一家が発動してるって気づかなくなるんだよね、自分に。でそうするとどん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 良くない癖が蓄積されていくわけ。これがね厄介。そうだから自分の中で、まあまあ一家って思うのは誰でも思うと思う。人類だったら多分誰でも思う、きっと。それをどう処理するかで人は変わっていくからね。そうだから、自分の中でまあいっかってなんか出てきた時、ね、どんなことでも分かんないよ。俺家事とかもそうだから、洗濯物終わったって言ってる、後で干せばいっかーみたいな、まあいっかーみたいななるんだけど、そこでそれを気づいたんだったらやろうって、気づけてるうちが花だよ俺って思ってる。これを習慣化したら気づかなくなるぞお前みたいな、アンテナがどん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 立たなくなるといいのかそれでってよく思ってます。まあ、もちろんこれの考え方もあんまり追い込みすぎると、俺はさ基本的に不真面目だから、根がダラダラしだらけてんのよ。そうでもこれを聞いてくださってる方の中にはもう根がすっごい真面目な方もいると思う。でその方にこれをやってしまうとさらに追い込むかもしれないから、まあ、一概に絶対真似してとは思わないんですけど、そうまあいっかっていう言葉はうまく使えば、そのねイライラした自分をシャーって流してくれる。まあいっかいいよねっつって、でこれはすごい力だから、これはぜひ使ってほしい。でも逆もしかりで、まあ一家を後回しの場面とかネガティブな場面で使いすぎるとそれが癖になっちゃって気づかなくなるよっていうのがあるので、ぜひね、まあ、そんな風に思ってもらえたら嬉しいです。そう、全てが後回しにしなくていいんだけど、やることやってから、まあ、ダラダラしたりとかっていう方が楽しいよ。飴もらったから鞭打ってもいいよじゃないよ。鞭打ったから自分に、そしたら飴やろうぜ自分にっていう方が俺は生きてる上ではいいなって思ってる順序なのでもしよかったらね参考にしてみてください。はい、ということで、今週のダラダラジオは以上でございます。あ、そうだ、ダラダラジオにこうコメントをいただく方がね、結構こうダラダラジオのコメント欄多分一番見るようにしてるんですけど、昔から好きなんで、ね、見るんですけど、最近本当に保護者の方とか学生だけじゃないね、方がすごく書き込みにしていただいてて本当ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しみに読ませてもらってます。どうしてもね、俺ハンコってスタンプみたいな読み押すね癖がないので忘れちゃうんですけど、結構読ませてもらってるので、もしよかったらね今回の動画の方にもコメント欄書いてみてください。ということで今週は以上でございます。また来週何か話しますので、ぜひねそちらの方も聞いてみてください。では今週のダラダラジオは以上で終わります。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。